人自身を構成している一部なんですね。皆さんこんにちは、ボイスコーチひろよです。さて今日もですね、素晴らしいゲストをお迎えしたの。最近ちょっとゲストが私好きになっておりましてですね、お話をいっぱい聞かせていただこうと思います。今日はなかなかですねすごいですよ、依存症回復施設名古屋ダルクの代表芝真也さんです。ご紹介の方お願いいたします。はい、アルコール、薬物、ギャンブル、例えばそういった依存症ですね、依存症になっちゃった人が立ち直るための、NPO 団体で、施設をやっています。よろしくお願いします。さっきちょっとね雑談をしている中で、はい、ちょっと共通点をね、その声が出ないとか、まあ、歌がうまく歌えないとか、そういうのが実は結構依存症立ち直りとか、依存症になっちゃうとかいうと、あ、立ち直りかな、っていう時のこうやり方と心のこの声と心はつながってるっていつも私このチャンネルでは言ってるんですけれども、なのですごく似てるなぁなんて思ったんですけれども、ちょっとねもうズバッとコアのところ行きたいと思うんですけれども、なんか先ほどこう立ち直るためのプログラムの中にいくつかあるけれど、過去の振り返りっていうね、自分に向き合うために過去の振り返りをするっていうのを聞いたんですけど、やり方を聞いていいですか。はい、依存症の回復のプログラムの中に、過去の棚卸しというのがあるんですね。棚卸しね、はい。で、過去を自分自身の人生を振り返って、紙に書くんです。まあ、もちろん、パソコンでやってもいいんですけど、できれば書いた方がいい。で、書いて過去にどんなことがあったか、0歳どこで生まれたか、1歳記憶がある人は書いてくる。大体3歳ぐらいからですね。で3歳ぐらいから、保育園の滑り台が落ちたとかね。どんな記憶、その細かいことを書く、はい、自分が覚えてることですね。覚えてることってインパクトあることなんで、記憶に残っていて、もう答えの一つ言っちゃうと、その人自身を構成している一部なんですよね。プログラムの一部です。そうなの。私ね、幼稚園の時に、こう名古屋に住んでたことがあるんですよ、1年だけ。でね、裏山があって、そこにね、赤いひなげしだったかな、あ、違う、何、ヒガンバナが咲いて、毒があるんだよって言って、友達の男の子がそれにおしっこ引っ掛けてたっていうのをよく覚えてて、なるほどなるほど。で、こんな危ない花が自分のに裏山に咲いてるのかっていうのを覚えてるけど、そういうのも書いていいんですか。書いていいです。やはり記憶はインパクトと反復でできているので、インパクトがあったことは自分の人生に影響を及ぼしていることもあるんです。ただそのことはやっぱ記憶の中にあるので、自分の構成されている一つなので書くべきです。びっくり。で、書いて重要なことと重要じゃないことがあります。それは書いてみないと、どれが重要でどれが重要じゃないかわからないので。そうか、どれがいるものでいらないものでって、それを書いていくんですね。で、例えば僕だったら、そうですね、8歳で初めてタバコを吸ったんですよ。いや、でもそれは僕悪いんじゃないですよ。お父さんがタバコ持っててろって言ったんで、タバコ持ってるって言って、いや、もう持たさず吸いますよね。なんでね、お父さんが吸ってんだもんね。なんかやってみたいですよね。で、それが8歳でしょ。まあ、そういうことから書いていったりですね。で、まあそういうね、悪かった部分でもあるじゃないですか。でもありのままで書くんですよ。悪いことを書かなきゃと思っちゃうんだけど、いいことも書く。そうですね、両方です。それがありのままの自分で、そのありのままっていうのがとても大事で、で、いらないところはあるんですよ。でもそこは捨てちゃえばいい。そのために書くんです。いらないっていうのは例えばどういうことですか。例えば薬物やアルコールに依存してて溺れちゃってたら、そのことも書くんですね。で、その経験を客観的に見るんですよ。ひどいなと、こいつ、自分ならですか。で、やっぱりそういう経験ってやっぱシラフになってみると繰り返したくないですね。そうですね。でもそれを直面するってことは問題と向き合うってことなんですよ。だから捨てることもできるんですよ。そうか。で、見て見ぬふりをするから変わらないです。ずっとつきまとってきちゃうことなんですね。そうです。過去はずっとつきまとってくる。でもそれは書いてみないと出てこないんですね。最初は記憶のあるところから書きますけど、まあ、そのうちもう重要な部分、インパクトのあること、そういう、これはすごく自分の人生に影響を及ぼしてるなってことをやっぱ書いてるうちに分かるんですね。なるほどなるほど。私は刺身が好きだから、そんなことはどうでもいいんです。で、それよりも
あの自分自身こういう癖があるとか、うん、例えばそういう自分の人生に影響を及ぼしている、例えばあの生まれて初めて、例えば父親に殴られたと、うんうん、でその時に、うん、自分は悪いことしてなかったと、うんうんうん、でそれからもう大人が信用できなくなったとかあるんですよ、実際そういうこととかね、あると思いますね、はい、でやっぱそういうのってずっと引きずってるんですね。だから今でも父親と同じぐらいの男の人が苦手っていうのは実はそこから来てたりする。あ、やっぱ心の重荷を取っていくっていう作業にもなるんです。なんか自分を許すってことにもなりますよね。そうです、うん、許すし許されるんですよ、実は。許される、最終的には許されるんですよ、それをやることで。うーん、それを書き終えたら、うん、信頼できる人に話しそうです。全部全部。おー、結構でもハードル高くないですか、信頼できる人。でもしそれをやりたくなかったらやらなくていいんですよ、うんうんうん、でも、まあ、せっかく書き上げたんだからもう一歩変わりたいっていうんだったら信頼できる人に話すんです。できればあの家族じゃない方がいいです。そうだね、家族は、ちょっと家族はちょっとあれかもね。実は一昨年浮気してとかそういうこと書いちゃっても奥さん許してくれるわけがない。ないっすね例えばね、ああ、親に対して嫌な感情とか持ってたら親に言えないじゃないですか。当事者はダメです。どう、そうですよね、出てくる人はダメです。そうすると、まあこう許されるし、自分でも許せるし許されるっていうこと、ね、はい、感覚が分かるわけですね。なんか不完全でもいい、そして良くなっていきたいなっていう気持ちになったり、もっとあの自分をありのままに出せるようになる、うん、そうなんですよ、はい、だってあの声なんかは、うん、もうありのまんまなわけですよ、はい、隠しにくいじゃないですか、はい、例えばこうかね、こう見た目って、うん、まあ、女の人ならお化粧するとか、はい、まあ、今だったら整形も割と簡単にできたりとか、うん、洋服もそれなりにちょこっとやれば、はい、あのまあ、なんか雰囲気の出ることってできて、はい、ちょっとこう表層的に化けられるんですけど、うんうんうん、声って、はい、そういうことはなかなかできないんですよね、うんうんうん、だから生徒さんの中にもね、はい、やっぱりなんか過去に良くない、例えば親にその大きい声出すなって家の中で言われたとか、よくある話なんですよ、はい、うん、でそれをちっちゃい頃に言われてるから、うん、あのいいとか悪いとか自分に立っての負担とか分かんなくて、はい、それがもう実は自分の重しになってて、はい、分かります。で実際歌を好きなので歌を落とす時に声が出ないみたいな、うん、先生声出ないんですってやってくるみたいな人がいるんですけど、うん、まあ一つにはやっぱ心の問題があるから、最終的にそこが解決されないといくらトレーニングつで、そうやって言ううちに声ってあの筋肉がダメになってって、あのトレあのなんか筋肉的にダメになるから、ボイトレとかで筋肉的になフィジカルアップはできるんだけど、心が蓋してるから、はいはいはい、わかります、っていう問題がすごくあるなと思って、で今回なんかそういうものを作られたっていうことを聞いたんですよね。今の現代に合わせてですね、あの動画であの勉強できる依存症ってなんだろうっていう部分と、うんうん、あとはやめ方ですね。ここね、やめられないことをやめるテクニックあるんだ。テクニックあります。へえ、やっぱりあるんだ。テクニックがあってそれを使えばやめられるんですよ。そのために薬を飲むとかじゃなくて、そのテクニックで、薬飲まないでやめれます。すごい、はい、であと例えば自分の大切な人や家族や、そんな人が依存症でに陥ってたらやめさせたいじゃないですか。立ち直らせたいじゃないですか。そりゃそうだ。で立ち直らせるにもやっぱ一回その依存を切ってもらわないと、やめさせる誘導するテクニックもあるんですよ。へえ。それらのことを動画で、15セッションの動画1本が15分ぐらいなんですけど、うん、あ、じゃあ見やすいですね、はい、15分ぐらいだったらね。でそれを僕自身があの20年以上の経験と何千人という人の依存症に関わってきたので、うん、その良かったところだけを抜粋して、うん、その動画に、作ってたんですよ、うんうん、なるほど。でそれって本人じゃなくてそれをやめさせたいご家族の人が見てもいい感じなんですね。はい、そのように作ってます。あの、本人がこういうメカニズムで依存がやめられないっていうのを知れますし、ああ、そうかそうか、分かんないじゃないですか、なんでやめないのと。ああ、そうだよね、やめろやめろしか言えないですよね。それにこんなに周りも悲しんでるのに、なんでやめられないんだと、うん、やめられない病気だからなんですけど、その病気って治るんですよ、ある程度。
でも正しいやり方じゃないと悪化してるんですね。間違った方法じゃ良くならないんですよ。でも正しい方法だったら良くなるんですよ。そうなんです。そういったこともその、動画の中でちゃんと収めてありますの で、 必要な人はもうこれは必須だと思います。こういう動画教材って今までなかったんじゃない？ないですね。本とかあるんですけど、あれはちょっと分かりにくいものが多くて、専門家が書いてる本とかだと、それをそのまんま読んでできないですよね。ねえ、だけど僕の場合、そもそも体験談が多くて、柴田さん自身が、そうなんです、そうだったって。だからなんかちょっとこう、私もね、声が出なかったんですよ、声が出なかったから、声が出ない人が出るようになるっていうのはあるよってすごい自信を持ってね、自分でやったからって言うんですけど、慎也さんも自分が、そうなんですよ。実は僕自身も依存症で苦しんでた時期があるんですよ、6年間ぐらい、僕自身もそこから立ち直ったあの技術があるんですよ。なんとなくやめたわけでもなくて、ちゃんとやめ方を教わって、やっぱりその立ち直った人っていうのが一番力になるので、そりゃそうですね。それもアメリカとかでね、回復のプログラムが進んでる、そういったものを持ってきて日本で教えてくれてる人たちが過去にいて、その人たちから教わって、僕は今教える側になって、伝える側ですね、でそういったこともできるようになって、というわけでですね、その教材がですね、この下のね、説明欄のリンクのところから、まあ本当興味持った方、ピンときた方、ご家族にそういうのがいる方、近くにそういうのがいて興味を持った方は、まあ内緒でね、大丈夫です。そう、それを試すことってできるわけですからね、少しでも幸せなところに、てか人間って幸せであるべきだと思うのでね。そうですね、苦しんでたら辛いですからね。ですよね、どんよりしちゃうしね、そんなの嫌じゃないですか。だからもうそういう方、ピンときた方はぜひね、下のリンクの方をご覧いただいてですね、ぜひ慎也さんの素晴らしい教材に触れていただければと思います。それではね、本当に今日もありがとうございました。じゃあまたお会いしましょう。さよなら。